はい、では、伊藤直也さんによる Google ビッグクエリの話です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。拍手お願いします。伊藤です。自己紹介大丈夫ですよね。はい、次いきます。今日の話したいことはビッグクエリの話をちょっとしたいと思ってます。で、ビッグクエリの、外観オーバービューと、あとちょっとその内部アーキテクチャの話を少しと、最近改善プラットフォームという会社で自分顧問やってるんですけど、そこでどういうふうに使ってるかって話をしたいと思います。ちなみにビッグクエリ使ったことある人どんぐらいいらっしゃいますかね。そんなにいないですよね。3人くらい。ハドゥープハイブとかレッドシフトとかこう類似のものを使ったことある人は、だと結構 20% ぐらいいます。ありがとうございます。じゃあちょっとそういう感じで進めます。まずビッグクエリって何なのかっていう話なんですけど、これは Google 社さんが、サービスしている、いわゆるクラウドサービスなんですけど、ここちょっとちっちゃくて見づらいかもしれないけど、真ん中見てもらうと分かる通り、ここに SQL 書いてますよね。で SQL バーッと書くと、任意のビッグクエリに保存しているデータに対してこの SQL を実行してくれるっていうもので、これただ DB データベースと何違うのっていう感じですけど、全然規模が違っていて、このエントリー今年の5月ぐらいにすごいバズってたんですけど、ビッグクエリっていうのは120億行を5秒ぐらいでフルスキャンできるっていうものです。でここでポイントなのが5秒で、レコードをこう何ていうの解析できるってことではもあるんだけど、もう一つがこのフルスキャンっていうところで、要するにその RDB とかあと MySQL とか中にインデックス持ってるから、例えば120億レコードとかも頑張ってちゃんとしたインデックス貼れば当然そのぐらいのレスポンスが期待できると思うんだけど、MySQL で120億ぐらいのレコードをフルスキャンで、ね、全部スキャンして5秒で返すとかっていうのは相当難しいと。でもビッグクエリならそれが可能みたいな感じです。で、ということでビッグクエリって何かっていうと、巨大なデータへの、SQL などって書いてあるのは UDF とかがあるんで、SQL に限らないんですけど、一応 ほぼみんな SQL で使います。 SQL を数秒で実行するクラウドサービスで、今見たように120億レコード5秒ぐらいと。でそれをウェブインターフェースだけじゃなくて REST API で操作できるようになってて、自社 のなんかシステムプログラムとかから利用できるっていうものです。でこれももともと Google の社内で使われてきたドレメルって言われている、サービスというか実装エンジンがあったらしいんですけど、それをその一般公開する形にしたのがこのビッグクエリで、2010年の5月ぐらいにクローズドリリースされて、で徐々に時間を経って今に至っていると。で最近なんでこのビッグクエリが急に話題になっているかっていうと、今年の3月にですね、ビッグクエリストリーミングっていって、ストリーミング API っていうのをサポートして、これでフル HD とかああいうこうなんていうの、リアルタイムでログを流すみたいなこうインポートインポートができるようになったんです。それまでバッチでこうまとめてデータを送るしかできなかったんで、結構利用用途が限られてたんですけど、このストリーミング API サポートしたことによって急激にそのユースケースが大きく広がったっていうので、今注目を集めているんじゃないかと思います。でこれじゃあ分かって120レコード5分で解析できるのは分かるけど、何に使うかっていうと、主なユースケースというのはそのログ解析ですね。やっぱり最近はたくさんログをバーッと入れといて、それに SQL かけて、例えば今日何人アクセスあったとか、あるいは AB テストするときのなんていうんですかね、こっちの方がリクエスト多かったとか、そういうことに使ったりとか、あとほぼ似たような話ですけどデータウェアハウスに使います。で逆に向いてない用途としては、業務データベース、いわゆる本当に MySQL とか Oracle とかで普段その Rails とか Rails じゃなくてもいいんだけど、その Web アプリケーションのバックエンドに使っているのをデータベースに使うというのは向いていません。でなんで向いてないかって後で話します。で、ビッグクエリ、こんな感じですごいんだけど、なんで早いのかっていうと、基本はこれビッグクエリってフルスキャンで頑張る系で、なんか RDBS みたいなその B3 インデックスとかを持ってるわけじゃなくて、なんかもう基本的にそのクエリが来るとそれ全部そのクエリの対象になるデータを全部ダメると。でその時に SQL を分散処理していて、それを数千台のディスクと高速ネットワークで、Google っぽいやり方ですけどスケールアウトしているっていうのがこのビッグクエリの、基本的なところです。で最近このSQL の分散処理っていうのは割とこのビッグデータ界隈ですごいホットなトピックで、 MPP だから超並列計算クエリエンジン、 MPP クエリエンジンなんて言いますけど、その分野の、実装の一つとしてドレメルっていうのが Google の中にあって、それがビッグクエリになってるっていう関係になってます。で、さっきもちょっと話したんですけど、早い RDB ではないんで、大人数と例えば1000人とかで一気にトランザクションかけるとかそういうものじゃなくて、数人でバッチ処理解析とかそういうのに使うっていうのがこのビッグクエリで、あとスキーマレスじゃない、類似 の他のサービスにスキーマレスで使えるものがありますけど、ビッグクエリはスキーマを要求するようになっています。この辺はいいかな、ちょっとずつ
であと、ここですね。で、まあ、なんかこういうものって聞いたことある方多分いると思うんですけど、まあ、さっきあの手を挙げてもらった Hadoop Hive とかがまさにそれで、似たようにその SQL をこう投げる でかいデータに投げるとそれをこう並列処理してくれるっていうようなその実装って昔からあるんですけど、大体その昨今 の, こうあ の, その類似実装とか類似製品を分類するとこの3つのカテゴリーに分類されて、でラージバッチ、ショートバッチ、ストリームプロセッシングといってですね、でラージバッチっていうのは多分皆さんもうあの一度は聞いたことあると思いますが、いわゆるそのマップレデュースがそれに相当します。で、マップレデュースのオープンソースの実装だった Hadoop にあの SQL で、マップレデュースタスクを実行できるっていう Hive っていうエンジンが組み合わさったものもそれと同じですね。でラージバッチってのはすごくそのいいんですけど、安定して巨大なバッチ、例えば10億レコードと10億レコードジョインしてとか、まあ、テラバイトのデータ処理してとかできるんですけど、いかんせんそのクエリを実行するときに最初マップレデュース そのタスクのオーバーヘッドがすごい大きくてですね、あの 1個クエリ実行するのに数十秒から数十秒ぐらいかかっちゃうんですよ。なので例えばそのちょっとこうウェアワークの条件変えてとか、あのこのカラム足りなかったか足してとかやるたびに30分待たなきゃいけないとかなんで、いわゆるアドホッククエリって呼ばれるこうちょいちょいこうクエリを変えてなんか解析したいみたいな用途には全然向いてないんですよね。っていうので最近この真ん中のショートバッチっていうところの実装にすごくこう注目が集まってて、それがさっき言った MPP クエリエンジンで、まあ代表的な実装には Facebook が作ったプレストっていうあのやつの、それオープンソースになってますけど、プレストとか、あとこれもオープンソースの数ですが、クラウデラが作ってるインパラとかがあって、まあビッグクエリはまあほぼそこのショートバッチのところに相当するサービスです。まあただショートバッチって言ってるけど、ビッグクエリバックエンドに控えてるそのサーバーとかネットワークがめちゃめちゃでかいんで、ラージバッチに相当するユースケースまでカバーしちゃってるんで、ちょっとそのあのこのカテゴリーだとすごくこう広いんですけど、まあどれかと言われると多分真ん中に相当する。でそれ以外にはあのストリーミングプロセッシングっていって、あのデータ流れてきてるものに直接こうクエリをこうイベントドリブンモデルで適用するっていうのもありますけど、これは逆に言うとバッチに使えないので、まあ、それぞれちょっと用途が違ってくるっていう感じです。でまあ、こういうものがいろいろ出てきて、ここ、2、3年でこの真ん中のショートバッチで結構こうあの超でかいデータに数秒ぐらいでクエリかけるようになったんで、なんかいろいろ実はあのアドテックとかそういう会話では、なんていうのかな、あのパラダイムシフトが起きているという状況です。で、このビッグクエリがなんか実はすげえむちゃくちゃ安いっていうのがすごいところで、あの料金があのデータの保管料とあとクエリ投げるためにお金がかかるんですけど、データ保管料って実はこれ Amazon S3 より安いと。だから S3 にログ保存して、まあ、グレーシャー使ってる場合は別ですけど、あのずっと保存してる人は実はそのビッグクエリに保存しておいた方が安くて、しかもなんか調べたいと思ったら SQL 流せたりするんですよね。であとは、クエリも大体その、スキャンしたデータのサイズに依存してて、 1TB で5ドル、あれ5ドルだったかな、もっと安かった気がするんだけど、まあなんかそのぐらいなんで、まあ基本的に普通に使ってる分にはほとんどお金がかかんなくて、かつあの確か 1TB まで月あたり無料なんで、個人でなんかちょっとそのログ解析に使うとかっていうんだとほぼ無料で使えるっていうことです。だから俺が無料で使えると結構半端ないみたいな感じですね、はい、でちょっと内部アーキテクチャに行きます。でこのビッグクエリの内部アーキテクチャがちょっと面白いんで、この話をして最後にユースケースの話に持っていきたい。で、まず最初にですね、Google のこの手のその並列分散処理って多分あのこの Google を支える技術という本を読んだことある方も多いと思うんですけど、まあ、その当時あの GFS って分散ファイルシステムと、あとまあその上に乗っかってるなんだっけ、ノエスキルだっけ、ビッグテーブルっていうあの実装と、それからマップレデュースみたいなものがあって、まあそれがその Google のインフラで動いてるんだよってのは多分結構その世の中でよく知られてたんですけど、実はこのビッグデータスタックって呼ばれてる、この辺のそのテクノロジースタックって結構もうこの Google を支える技術のものってかなり古くなってて、今はそのビッグデータスタック 2.0 と呼ばれているいろんな実装があの Google の中にあるよっていう話が、このビッグクエリの解説本に Google の人が書いたんですが書いてありました。で、まあ大体 Google がこういうことを世の中にオープンにしていく頃には Google の中身はこう次の世代に移行しているっていうのが昨今の定番なんで、まあ、すでに Google の中ではビッグデータ 3.0 になってるんじゃないかと言われてたりします。でですね、それがまあビッグクエリに限って言うとこんな感じになっていて、まあ、さっきあの GFS が古くなっているという話をしたんですけど、 GFS 自体はあのそのまま使われていて、ただ Google ファイルシステムってそのデータセンターをまたいだ時にどうするんだとか、なんかいろんなその課題があったらしくて、それを解消するためにこれの上にコロスタスファイルシステムっていうあのちょっと中二病っぽい名前のそうなんかね データスタック 2.0 ちょっとなんか中二っぽいんですよ。メガストアとかスパナーこの中二っぽい名前の
ファイルシステムがあって、でこれはあのデータセンターをまたいで分散されている世界中にあるデータをそれを気にせずこうリードできて、しかも並列にあのリードできるみたいな結構すごいファイルシステムなんです。でそれの上にこのビッグクエリのためのカラム型 IO、 これは後で説明しますけど、のファイルフォーマットがあって、で先ほど の、 その SQL 並列実行エンジンのドレメルというのが乗っかっていると、こういうスタックになっています。はい、で、このこことここの、あ、そう、このコロサスファイルシステムはですね、実は論文とか公開されてなくて、本当に概要しかわからないんで、今日はちょっと説明できないんですけど、ここの2つはあの論文に載ってたんで、ちょっと軽く見ていくと、まずカラム IO って何かっていうと、まあ、これは本当にそのビッグクエリとか RDBMS とかそういうものに特化したような話なんですけど、例えば RDB ってその行単位で、大体そのファイルに、レコードを保存するんですけど、そうすると、なんていうんですかね、カラム、特定のカラム、例えばユーザー ID だとあれだな、まあ、なんか、あ、いや、ユーザー ID だけ読んで、なんか特定の ID だけに絞りたいみたいな処理をするときに、そのユーザー ID っていうのはこの赤のところにタブレットが入ってたとすると、で、この R1 っていうのはファイル1個だとすると、こう、先頭から読んでっても、こう、なんか、ランダムリードしなきゃいけないじゃないですか。で、シーケンシャル読んでると余計なデータ読んじゃうんで、結構これで IO 負荷がかかっちゃうと。で一方でカラムの IO っていうのはある特定のカラムは一つのファイルとか、まあ論理的にですけどね、一つのファイルに入ってるんで、例えばユーザー ID だけ読みたからこの C をこうバーッとシーケンシャルに読んでいけば、ユーザー ID だけをこうあの先頭から読むことができると。で、ビッグクエリのバックエンドって基本的にそのハードディスクが使われてて、まあ、SSD でもシーケンシャルリードも早いですけど、ハードディスクってご存知のようにその円盤が回転してるんで シーケンシャルリードが早いじゃないですか。なのでカラム IO にするとそのランダムリードじゃなくてこう円盤 の、 その時期的な回転をこう1回転で読めるので非常に早くあの読み出すことができるっていうようなことになっている。でこれがそのファイルフォーマットに使われていて、でさらにその上でドレメルっていうのがそのファイルフォーマットから、ファイルフォーマットにデータを呼びだでファイルフォーマットでフォーマットされたデータを読み込んで SQL を分散させるっていうようなものになっている。でちょっとこの図だと分かりづらいんで、ちょっと別の本に載ってた図を持ってきたんですけど、まあ、こんな感じでですね、内部的にはそのツリー構造でサーバーがこうなんかあの 分割されていて、でこのミクサーっていうのとシャードっていう2つのなんか役割のサーバーがあるそうです。でまあ細かいところはちょっとともかくとして、あのとにかくルートミクサーっていうのはまず SQL のクエリを受け取ったらこういろんなサーバーにこうその SQL を分割してバーッとこうあの流すんですよね。で SQL って多分その書いたことよく見るとよくわかるんですけど、あれってすごく実はそのシーケンシャルに読むし結構独立で動かせる部分がたくさんあるんで、じゃあすごく並列分散しやすいようなその言語なんですよ。なんでそれにその素直に従ってこうやって分散するっていうのがドレメルですね。でまずこう分散して、そうするとこの下にファイルシステムがあると。でまず最初にこのコロサスファイルシステムとカラム IO で、特定の列のデータっていうのをこうこのシャードが読み込みます。分割されたシャードがで、各シャードは列を順番に読み込んでいって、行を、取得、さっきみたいにユーザー ID だけを取得したりすると。で CK 社に読んでいくと。で例えば Where user ID イコール5とか書いてたら、その CK 社に読んでいって、ID イコール5 の、 あのレコードだけこのシャードの中のメモリに残して他全部捨てればいいじゃないですか。なので Where っていうのはこのシャードがあの実装あの処理するんですね。でシャードがバーッと処理し終わると、ここの各シャードの中にあのメモリの中にそのユーザー ID5 のレコードが溜まるんで、それをミクサーに返却すると。でミクサーはその各シャードからデータをこう集約して、でここでソートとかリミットの絞り込みとかをかけると。でその辺が終わって、このミクサーに断片的にこう上がっているその集約されたデータをさらに最後にこのルートミクサーで集約もう一回して結果を返せば、実は割とこうシンプルに分割統治アルゴリズムでSQL分散処理できるというのがこの、 あのドレメルの背景ですね。なので、ビッグクエリーってこんな感じで SQL 分散して、やってるんだけど、実はこのカラム IO とこの SQL の分割装置って NPP のクエリエンジン的には全然珍しくない実装で、まあ、大体プレストとかインパラとかもこういう風な実装になってて、あとはまあ定数項をいかにこう削減するかっていうような戦いなんですよ。じゃあなんでビッグクエリーが他のものに比べてこう結構すごいのかっていうと、まあ、結局その言うと Google の超でかいインフラがあるっていうのが、その勘どころで、要するにこれこの間箱部屋さんが書いてたんですけど、ビッグクエリのアルゴリズムはすごくシンプルな分割装置で、結局早いのって Google くらいサーバーが持ってるから早いんであって、他の会社はこれは真似できないってことが書いてあって、割と身も蓋もないっていうそういうもの、それがしかも安いっていう、これどうすんのって。でまあこんな感じでビッグクエリっていうのはすごい複雑なクエリも簡単に処理できるんですけど、これがあの
あの改善にあったクソクエリを持ってきたんですけどすごいクソクエリを書いた人がいて、これ流しても4秒で終わりましたって嬉しそうに言ってたんだけど、そもそもこのも書かないです全く読めないんだ、はい、っていうような感じです。やばい、あと残り5分なのでちょっと最後駆け足ですけど、じゃあこれをどうやって改善者で使ってるかっていうのをユースケースを最後に紹介したいと思うんですけど、まあ、大体やってるのはこの3つぐらいで、アクセスログを、まあ、さっき言ったようにその安いんで NGX とかのアクセスログも本当にビッグクエリに送っちゃってるっていうのと、あと真ん中はあのソーシャルゲームとかの時代からよくこういうことやるようになったって皆さんご存知だと思うんですけど、アプリケーションログの解析、それから、まあ、あの AB テストのクラウドサービス作ってるんで、まあ、それ の, あのお客さんからログ集めて、それの有意差判定をするっていうアルゴリズムの判定にも使ってます。アクセスログはまあ見てわかります。これちょっとちっちゃいですけど、NGX のログをこう飛ばしておいて、これセレクトアスタフロム NGX アクセスログオーダーバイタイムデスクリミットってやってる、あの時間軸並べてるんですけど、こうバケて出てくると。で、このアクセスログビッグクエリは、まあ例によってフルエント D で投げます。で、フルエント D にフルエント D プラグインビッグクエリっていうものがあるんで、それを使えば、エンドトゥエンドで暗号化しながらアクセスログをビッグクエリに送れるんで、まあセキュリティ的にも問題ないと。で、なんか問題があったらスケールで解析して、例えば、まあ、ページビュー知りたいときとか、デイリー、ウィークリー、マンスリーとかであの、PV を出すとかっていうのも簡単。で、まあ、データウェアハウス運用したことある人、まあ、ちょっと多分あんまりないかもしれないですけど、したことある方は分かると思うんですけど、そのウィークリーとかマンスリー の, あのデータを出したいっていうのを既存のデータウェアハウスとかでやると、なんか 週カラムとか月カラムみたいなのを用意して、なんかそれでこうデータをアグリゲートできるようにとかって隙間を工夫したりすることが多かったんですけど、ビッグクエリだと結構グループバイでウィークリーとかでバンとかってやると、あのフルスキャンでバンと処理できちゃうんで、それなんか変なそのなんていうんですかね、その集計のためのテーブル設計みたいなのほとんどいらなくて、もう本当に素直にデータコードそのままボコッと放り込んでおくだけで集計できてしまうんで、結構その辺がすごい便利ですね。で、さっき話したフルエントプラグインビッグクエリですけど、これはタグモリスさんと、まあ、あと今 Google にいらっしゃるそのユグイさんが主にあの開発されていたんですけど、まあ、モリスさんになんかいろいろこうこここうしてくれってリクエストしたら、お前メンテナンやれって言われたんで、あの最近僕がメンテナンになってます、はい、なのでなんかあの要望とかバグがあるよってあったらパッチとか送ってください。それからまあここが多分一番重要な扱いどころだと思うんですけど、いわゆるアプリケーションログの解析で、まあ、BI ツールとかとつなげてそのビッグクエリにあの保存したデータをあの視覚化して、まあ、なんていうマーケティング担当の人とかセールスの人がそれを参照するみたいなことに使いますよね。でこれのログを飛ばすのもやっぱりあのフレート D で、やってまして、まあ、Rails のサーバーに、あれ今日パルカマスやつでしたね、Rails のサーバーにあの TD ロガー Ruby っていうやつを入れてフレート D に、ちょいちょいあのログを飛ばしてると。でフレート D プラグインビッグクエリでやっぱりビッグクエリ飛ばすって感じでやっています。でまあ、この辺だんだんあまりビッグクエリと関係ないんですけど、こんな感じでやってるよっていうので、まずリクエスト前に、アプリケーションコントローラーっていって、まあ、必ず実行されるコントローラーがあるんで、そこでログインユーザーの属性を一緒に飛ばしてやると、まあ、それだけでビッグクエリ上では DAU と MAU とかウィークリー の, あのアクティブユーザーが計算できるんで、まずそれをすると。あとはもう結構符号で本当にビッグクエリ結構 SQL ごちゃっと書いてパッと実行しても数秒で返ってくるんで、まあ、アクティブレコードオブザーバーってあのモデルのカラムがこうアップデートされたとかいう時にあのトリガーできるイベントがあるんですけど、まあ、それでもうモデルの属性が変わったらその変わったっていうデータをボン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 こう送りつけてやるってことをやってて、それやっとくだけで結構そのプロダクトマネージャーが、まあ、さっきみたいなクソクエリみたいなの書くんですけど、まあ、それでもちゃんと動いちゃっていろいろなんか勝手に分析してくれるみたいな感じになってます。あ、そうそう、それでねビッグクエリの本にも書いてあって結構面白いんですけど、なんか SQL ってプログラミング言語っぽいこう感じだから、なんか我々みたいなプログラマーしか使えないって思い込んじゃうんですけど、実は最近なんかその世の中にいるこうプロダクトマネージャーとかディレクターって結構 SQL 書ける人たくさんいるんで、なんか僕最初のビッグクエリこう使ってもらうときにその BI みたいなの一緒にセットにしないとダメかなと思ったんですけど、とりあえず BI ないけど SQL 書けるから使ってみてくださいって渡したら、むしろなんか僕よりもすごい SQL 詳しい人がガンガン書いてて、そういう感じで結構みんな SQL 書けるんで、そこをなんかあんまりこう先入観を持たずにポコッと渡しちゃうといろいろやってくれるっていうのがあったりします。で、この辺はいいや、後で見てください。あ、それからあれですね、あと AB テストの有意差判定、あのお客さんに JS 貼ってもらってそれで AB テストするようなサービスなんですけど、それをあのもらっていて、ここが一番データが大きいんですけど、昨日見たらだいたいピーク時で700リクエストパーセカンドぐらいフレント D で送ってるけど、まあ、全く問題ないです。あの実際にはそのフレント D は1回ローカルでバッファリングしてビッグクエリに送るんで、ビッグクエリの API 自体は1秒間に多分数回とか数十回しか叩かれてないんですけど、まあ、大体こう700レコードぐらいが秒間に増えていくっていうような感じで、
ビッグクエリ使ってそこにクエリ投げても、まあ、3秒とかで結果が返ってきたりして結構すごいいいですね。それからあと、まあ、結構新しいサービスなのでパイプツールとか接続できるのっていうのがちょっと疑問に思うところなんですけど、まあ、Excel はビッグクエリコネクターエクセルっていうのを Google が作ってるんでこれ使うピボット分析も使えるし、あと僕らこの DOMO っていうそのダッシュボードの BI ツール使ってるんですけど、これはエクスペリメンタルなビッグクエリインターフェースがあって、あとタブローとかメジャーどころも最近こうあのビッグクエリにちゃんと対応してるんで、まあ徐々にそういう新しいものだったら使えるようになってくるんじゃないかなと思います。というのでもう20分過ぎちゃったんで、言って大事なところに行くと、ああそうそう、あのね Google アナリティクスとビッグクエリっていうので、アナリティクス多分使ってる人多いと思うんです多いと思うんですけど、あれにあのプレミアムサービスに入ると Google アナリティクスの生データをビッグクエリにボカッとエクスポートできる機能があって、あれが結構すごそうだなっていう感じです。はい、すいません最後駆け足でしたけど、まとめるとビッグクエリは結構フルスキャンででかいデータでスケールが可能なサービスで、マクソクエリも力技で処理してかっこいいというようなサービスでした。ありがとうございました。